EE-3 ジャララカとは、ブラジルのエンゲサが、設計、製造する四輪式の偵察用装甲車である。EE-3 装甲車は、第二次世界大戦期に、アメリカ合衆国から供与された M8、グレーハウンド装甲車の後継たる、装甲偵察車を必要としたブラジル陸軍の、発注を契機に1970年代今つから、開発が進められ、 1980年に生産が開始された。当初は偵察と紹介のみを目的として開発されたが、後には対戦車ミサイルや地対空ミサイルなどを搭載した派生型も開発された。EE-3 はブラジル陸軍の発注で開発された車両だが、正式採用されたもののブラジル軍の実戦部隊に配備されることはなく、すべて海外への輸出に回されている。 車体内部の構造は全部が運転席、中部が戦闘区画、後部がエンジンルームという走行戦闘車両としてはごく一般的な配置になっている。車体構造は2層式の積層鋼板を溶接して製造されている。乗員は運転手と社長、無線通信手の3名である。運転席には3つのペリスコープが配置されており、運転手は 車体上面のハッチから上降する。車長用のターレットは、運転席後部右側に設置されており、周辺警戒用に3つのペリスコープが付属している。ターレットには 20mm 機関砲もしくは、ブローニング M20 機関銃が搭載可能であり、車内に身を隠したまま射撃することもできる。無線通信手の席は、車長用砲塔の左に配置されており、 車体上部に独立したハッチが設けられている EE-3 の採用国。ありがとうございます。